宇賀川から1、青岩橋、2、青岩大橋。青岩橋は、日本の青森県三戸町と岩手県二戸市の境で間淵川に架かる橋である。道路橋としては珍しいと列する橋で、橋面は、鉄筋コンクリート。橋長189メートル、幅6メートル。1935年に架けられ、国道4号を通したが、後に、青岩バイパスの青岩大橋に、 役割が交代した。青岩橋が架かるまで、青森、岩手県境で、欧州街道は、間ぶ川を渡ることなく、山道に入って美野が坂を越えていた。1885年に、木造の青岩橋が架けられ、街道が変更になった。この橋は1917年に流された。この後も架けられたが、大水の被害に遭うことが多かった。 1934年9月に着工し、国が公費16万8千円をかけて、翌年7月に完成させた橋が、2015年現在まである、青岩橋である。3000人の3列をもって8月19日に落成式が行われた。これより、国道は青、岩橋のルートを取るようになった。三湖町と金田一村当時の1970年に、 青岩大橋が開通すると、国道はそちらを通るようになった。2006年に、日本の土木学会が、平成18年度の戦勝土木遺産の一つとして、青岩橋を選んだ。しかし老朽化が進んでおり、車両通行止めとなる。2010年7月16日に、JR 西日本山陰本線の旧アマルベ協が、供用を停止してからは、 日本最長のトレッスル橋となっている。ありがとうございます。